You know what I'm saying? I only rap 3 hours a day. I get in the studio at 6 o'clock, and I'm done around 9 o'clock in the morning. You know what I'm saying? I rap 3 hours a day. The rest of my day, I do regular shit. I ride my bike. I go to the grocery store. I spend time with my son. I wash my cars. I buy shoes and drink smoothies. And it's all the regular shit, because I don't really like... ジュエリーに女にドラッグ。ラップ界には一時的に気分を良くさせる誘惑がはびこりますが、ラリー・ジューンはドラッグの代わりに果汁 100% のオレンジジュースを勧めてくれる貴重な存在です。ジューンの曲に乗ると投資をして期限内に支払いを済ませ健康的な食生活を始めたくなる。2年前僕はラリー・ジューンを聞いて司法試験に合格した。昨日僕はラリー・ジューンが数字を上げてるのを聞きながらコルベット ZO6 を注文した。ラリー・ジューンの曲には彼の曲に影響を受け人生を好転させた人たちのコメントで溢れますが、そのフィールグッドな音楽には人生の様々なヒントが秘められています。ラリー・ジューンは決して誰もが知る派手なスーパースターではないかもしれませんが、そのファンベースは固く近年数字を上げ続け、今では世界中を回ります。彼の音楽を例えるなら、早起きしてプッシュアップをしてから自分のビジネスを開始、昼からはスムージー片手にクラシックカーで海沿いを流す音楽です。他のラッパーたちにありがちな深夜まで派手に騒いで不定期でスタジオにこもってみたいな曲もたまにはいいですが、ラリーのスタイルの方が共感する人もいると思います。彼の曲数はネットフリックスの作品数ぐらい多いので、初めて聴く人はどれから聴くか選びきれないかもしれませんが、適当にシャッフルして聴いても大丈夫。ラリーの曲はどれをとっても一貫して重すぎず軽すぎず、聴く人を心地よくしてくれます。確かにこの後に紹介するようなためになる人生のアドバイスもありますが、かといって曲は決して説教臭くならず、独特な言い回しにはユーモアもあります。500ドルのソルトシェーカーをフレックスするラッパーを僕は聞いたことがありませんが、他にもダイソンの扇風機フレックスなど、リリックはほぼ金持ちのマダムの世間話。独特なアドリブの数々は彼の曲の名刺になっていますが、車好きのインスタグラマーな統一されたアルバムカバーも含め、彼はオリジナルのラリー・ジューンブランドを確立しています。現在32歳のラリーはラップ以外にも服やタピオカ屋に不動産など様々な収入源を確保していい生活を送っているように見えますが、決して一夜で成し遂げたわけではありません。2017年には死ぬほど貧乏だったと彼はラップしますが、その経験をもとにリスナーに夢を叶えるための知恵と勇気を与えています。 And I think 1 year everything could change、mm. You stay on your grind every day for a year、mm-hmm. Yo, you can have anything you want. Right.Anything. You don't gotta even work as hard as people think. You gotta just be, you gotta just put that work in. You gotta do something. It can't be no days when you sleep all day. Yo, you gotta understand that you gotta invest that time into your life. Yeah. And right now, it don't really matter. The future is what really matters. You said believe in the beauty of your dreams. You gotta believe in the beauty of your dreams. Yeah. And I say that from experience. 彼の育ちは裕福なものではありませんでした。10代の両親のもとでサンフランシスコで生まれた彼は、幼少期からアトランタと2つの場所を行き来、ラップをしたいという思いは幼少期からありましたが、彼が育った環境は音質ではありませんでした。ラップを始める前の6、7歳の時からトランクの CD を売ったり、当時からオレンジジュースも売っていたといいますが、地元のストリートやラップ業界でも活動した父親ビッグジューンのハッスル精神を受け継いで育ちました。そんなラリーは15歳の頃、初めて自らの CD を作りますが、これを当時通っていたアトランタの学校で手売りします。常に音楽は彼のプランでしたが、すぐに結果が出るわけもなく、法律の内と外でハッスルを続けました。18歳の時には子供ができ、音楽をする余裕はなくなっていましたが、そこから真剣に音楽に取り組み出したと彼が言い、ラップキャリアが軌道に乗り出した2018年までには約10年の期間があります。これは決して短くはありませんが、彼はこの期間を学ぶ過程だったと振り返ります。撃たれたり捕まったり、失敗をする周りの人間から学び、ハッスルをしながらも、いずれはラップがメインの収入になると常にレコーディングの機材を持ち歩きました。ラップが本業になりだした2018年以降、今までに彼が出したプロジェクトの数はなんと20個です。継続を促す彼の言葉には説得力があります。He was like kind of encouraging, like...You know, let's say you have to work a real job, you still got to take that time to like pursue your dream, like, yeah. take advantage. Like you said, I think you said at least 30 minutes of your day. Yeah, that's the bare yeah. minimum. You got to do it every day, but you got to also build it up too. You got to, that 30 minutes got to turn into an hour.
30 minutes is the bare minimum. So how do you go about it? Some people might have like three kids and working two jobs, so they don't have that time. Yeah. So like me personally, I gave up everything. I took the chance. Mm. Yeah. I didn't work. I never had a job. Right. You know what I'm saying? I'll be 100. But I know people who do. You know what I mean? And I respect people who do too. You know what I'm saying? And that's why I say be passionate about it. You got to put some time into it. 何もないところから来た。本当に何もないからどんな手段でも金を手に入れるしかなかったんだ。金が全てだ。全てをかけろ。みたいな強烈なハングリー精神を促すラッパーたちはかっこいいですが、毎日30分継続しようなんてダイエットの秘訣みたいなこと言うラッパーは意外といません。僕は前者の強烈なメッセージも好きですが、強烈すぎてすぐに冷めることが多いので、やっぱり目標を見据えた毎日の継続の方が合っています。そして長い間継続をすることで成功への地盤が固まってくるのかもしれません。時間はかかった。時々人生は音楽より深いんだ。時間をかけて自分を理解して学ぶ必要がある。自分をよく分かった時に全てがうまくいくんだ。アーティストは成功するには若すぎる時がある。だからちょっと年寄りぐらいがいいんだよ。ずっとやってきたし、何をすべきか、何をしたいか、どうやってやるかが分かるんだ。ラリーはこう言います。過去には同じように独自のスタイルを持つカレンシーからトラップシットはいいけどスムースなやつをやれとアドバイスも受けたそうですが、時間をかけてラリー・ジュンはラリー・ジュンらしさを身につけていきました。I was in a deal with Warner Brothers for a couple years. I couldn't release what I wanted to release. I wasn't making no money off of it. And it was good for me though, honestly, at the time, because I was actually in the streets heavy. And I needed to be around a different environment and learn more about the business side of it. So for me, it was like, I didn't take no L's, man. It was like college for me. I learned so much when I got out the deal. I just put it into what I was doing and in it. ラリーは L を受けないと言いますが、彼が過去を振り返るときは決まって教訓として振り返ります。継続を続け、失敗から学び作り上げた彼のブランドはオリジナルで、そのファンベースも固いです。曲やインタビューでためになるラリー・ジュン・ブシュは炸裂しますが、彼のアドバイスはもっと具体的なところまで至ります。So I didn't spend a lot of money on myself at first coming up in the game. You know what I mean? Coming up was easy. Getting people to know who I was easy. So, okay, now what?We know you, bro. Like, you did hella tapes and shit. Now what you can do? So, all right, we're going to invest some money into the craft. I mean, it's all about how you want your career to go. Right. You can do the same shit and get the same results. But for me, I like starting brands and shit. Right. You got to just invest in yourself. Yeah. 彼は父親の影響もあり、金持ち父さん、貧乏父さんのような本のオーディオをよく聞いていたそうですが、ファイナンシャルプランナーに欲しいほど金融リテラシーがあります。ここでつまずくラッパーたちはこれまでにも散々紹介してきましたが、浪費よりも投資、そして中でも自己投資の重要性はうなずけます。ラリーは60歳になった時、ビーチ沿いのどこかで靴を履かずにお茶を飲んでいるために今仕事をしていると言いますが、複数の収入源を持って収入を安定させながら情熱のあるラップに思う存分取り組む現在の生活。ラリー・ジューの自己啓発本が出たらとりあえず買います。今回は個人的にもキャラが好きなラッパーなので少しマニアックですが、ラリー・ジュンを紹介しました。マニアックすぎる動画っていうのはもちろんあまり再生されないんですけど、それでもこれを見てくれてる皆さんありがとうございます。もっとマニアックな話を見たいっていう方は、僕が再生数なんて気にせず1時間もラップの話をしているポッドキャストがあります。これはラップコミュニティに入っていただければ見れるんですが、ラリーのグレートエスケープの話をがっつりしてる回なんかもあります。コミュニティというだけあって、ポッドキャスト以外にもチャットやズームで僕も含めたラップ好きのメンバー同士でアルバムの感想を言い合ったりなんかもできます。幅広いラップ好きがいるコミュニティなので、ぜひ概要欄のリンクから具体的な内容を覗いてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。 Good job, BJ.